サム、サウスノットシティの時と同じカイラル濃度が異常に高い渦が観測されているの。私がいるマウンテンノットに少しずつ近づいてる。データ上では測定されているけど肉眼では見ることができないの。あなたが前に戦場に行ったと言っていたあの時と同じよ。君は今あの時と同じと言ったか。キューピッドは理論値の通り安定してるけど、また嵐が来る想定はなかった。また嵐が来る。嫌な感じがするの。君はママか。そうよサム、久しぶりね。そう、私はロックネでありモリンゲンでもある。ロックネと二人で一つ。物質世界ではもう二つの名前に意味はないのかも。これからもロックネを通じてつながれるわ。依頼が受注されました。
ブリッジズ ID を確認します。フラジャイルエクスプレスの ID を確認しました。武器所持武器のロックを解除します。ブリッジズ、あなたを待っていましたよ。登山家から連絡が来ていました。あなたにはわからないかもしれないけれど、あなたが届けてくれたものは DS 解明の手がかりなのです。このステンシルがついた石片は人類誕生以前のものです。私はこれの年代測定をして DS の秘密を解き明かします。それがわかれば生命の神秘、宇宙の秘密もわかるでしょう。この山は実は古代のピラミッドなの。私はそう信じてる。だからここはビーチに一番近い場所。この場所にいれば私たちはパワーがもらえる。カイラル通信もその恩恵を受けているのでしょ。喋りすぎましたね。荷物を拝見します。ありがとう。これはとてもいい状態です。カイラル通信を接続してください。これから石片の年代を測定します。結果が分かったらあなた方ブリッジズにもお知らせします。いろいろとありがとう、サム。いいものを見つけたらまたここに持ってきてもらえますね。待ってますよ。持って行って
これはきっとあなたを助けてくれるはずです。ありがとう。また会えるわ。サム、よくやってくれた。BB28 の経過は良好だ。ホームシックにかかったような症状も現れていない。つまり記憶をなくしたんだろう。あとはあんたが実際に繋いでみて確かめてほしい。そのためにも一刻も早くあんたに BB を返したいんだが、返したくない。いや、そうじゃない。渡したくても渡せないんだな。どうした？まずいことになった。巨大な嵐がマウンテンノットシティの方に向かってきているんだ。 BB の起動テストをするために施設の表に出ていたんだが、おかげで戻ることができなくなってしまった。マウンテンノットシティの北東、山の中腹に小屋がある。そこで合流しよう。お疲れ様でした。新しい依頼があります。受注